白口泥亀は、波中高亀目、泥亀か泥亀属に分類される亀。エクアドル、グアテマラ北部、コスタリカ、コロンビア西部、ニカラグア、パナマ、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ模式標本の産地は、エルペテン周辺。最大高長17.4センチメートル。口日する動物食傾向が強い地域では、成長が早く大型化する。 メスよりもオスの方が大型になり、メスは最大高長15.8センチメートル。第1、ーカンパンは第2円カンパンに接する。第4、アバラカンパンは第11円カンパンと接する。円カンパンは尖らず、わずかに後方へ張り出す。円カンパンは第10.11円カンパンが最も大型。廃坑の色彩は黒や暗褐色。 反紋が入らない個体が多いが、一部が高褐色や単高褐色になる個体もいる。復興はやや大型。蝶つ害も発達し、復興を折り曲げると廃校と復興との間にほとんど隙間がなくなる。左右の高甲板の間に切れ込みが入らないか、わずかに切れ込みが入る。復興の色彩は黄色や高褐色、薄大色で、甲板の継ぎ目は暗色。 頭部は中型。粉炭がやや突出し、上顎の先端が針状に尖る。粉炭を覆う鱗は、菱形かダイヤ型、三角形。頭部の色彩は黒や暗褐色、肺褐色で暗色の反転や黄色い反紋が入る。側頭部情報に、菱褐色や黄色の筋模様が入る。顎を覆う角質は、開白色や炭鉱色。 種商名をルコスタメムは白い口のノイで、くちばしの色彩に由来し、和名や英名と同義。頸部背面やシシ、尾の色彩は灰色や暗褐色、オリーブ色。妖体は C ンパ板ンに筋状の盛り上がりがあるが、成長に伴い消失する。オスは大腿部やスネには大型ウロコが並ぶ。オスの生態はくちばしに暗色藩や、 暗色の筋模様が入る個体もいる。以下の分類、和名、英名、分布、形態は安川に従う。低地にある流れの緩やかな河川の支流や湖沼、池、湿原、河川の周辺にある水たまり、水路などに生息し、低質が泥で水深の浅い水生植物が繁茂した環境を好む。元亜種は、サバナ気候や熱帯モンスーン気候の地域に、亜種。 南白口泥亀は熱帯雨林気候の地域に主に分布する。夜行性傾向が強い。幸運後に昼夜を問わず陸自体に水場を移動することがあり、陸上を数百メートル移動することもある。寒気に水位が低くなると陸自体に別の水場に移動したり、湿った場所で休眠する。水場から600メートル離れた熱帯雨林内で休眠した例もある。 寒気でも干上がらない水場では終年活動する。植生は雑食で、昆虫、蜘蛛、甲殻類、巻貝、両生類やその妖精、爬虫類、哺乳類、動物の死骸、植物の葉、若枝、果実、種子などを食べる。スジオニオイガメなどの同化の大型種が同所的に分布する地域では、植物食傾向が強くなり、大型種が同所的に分布しないか、 生息数が少ない地域では動物食傾向が強くなる。主に水中で採食を行う。陸上では食物をうまく飲み込めず、陸上で加えた食物は水中に持ち込んでから飲み込む。繁殖様式は乱生。周年交尾、繁殖するが、地域によって繁殖することが多い時期はある。一回に一から三個の卵を年に数回に分けて産む。 卵は126から148日で孵化した例がある。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。元アッシュの方が流通量が多く、単に本種の名前で販売されている場合は元アッシュであることが多い。グアテマラやニカラグアホンジュラスから輸入例があり、日本国内産やヨーロッパ産の飼育か繁殖個体も流通する。 アッシュ南白口ドロガメの流通量は少ないが、飼育下繁殖個体が流通することもある。アクアテラリウムで飼育される。自然下では夜行性傾向が強いとされるが、飼育下では昼間に活動したり、バスキングを行う個体もいる。ありがとうございます。